とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーでこんなものが出てきました。レッドスネーク、エンチャントにダイナモオーバーチャージ貫通ですね。高火力の弓が欲しかったんだけども、これだとどうかなというふうに思います。ちょっとやってみましょうか。まず、オーバーチャージだからかなりダメージは出るでしょう。オーバーチャージ1800万だね。オーバーチャージで、1800万のダメージを出すことができます。で、これにダイナモだよね。ダイナモを入れるとどうなるでしょうか。20まで貯めます。20貯まりましたね。無限ダイナモじゃなくて通常のダイナモで打つと1億2800万ぐらいか。1億2000万。おお、なかなかいいんじゃないですか。で、これを無限ダイナモをするとどうだろうか。では、溜まりましたね。無限ダイナモ行ってみましょう。これでダメージが下がらなければかなり使えると思うんだけどな。入ってるね。行きまーす。お、若干下がる。若干下がるけども、1億1700万。1億超えだったら全然いいね。で、これを、はい。マルチチャージで、めちゃくちゃ入れれるんか。5発入れることができる。なるほど。これはなかなか使えるんじゃない？簡単に1億超えを5発打てるっていうことだから、いいんじゃない？あ、またクールダウンでね、雷の矢筒が戻れば、また打てるからね。あ、これボス戦で結構使えるかもしんないな。ちょっとボスで試してみますね。それでは行きましょうか。さすがに1億ダメージあれば、結構楽勝だと思うんだよな。おー！いいダメージ。3発か。あ、そうか。ドラ使えばこれワンパンなんだ。あー、これボス戦ではすごいいいね。とんでもないダメージ出します。ドラなしでこれだからね。そうか。これなんかボスラッシュみたいなのがね、本当に来たならば、こういう装備はなかなか使っていけると思います。簡単に1億以上出せるんで、おー、いいっすね。で、さらに多分ね、火力上げれるのよ。ダイナモオーバーチャージ貫通と、黄金でスーパーチャージがついてれば、多分ものすげえダメージになる。もっとすごいと思う。うん、実際、オーバーチャージとスーパーチャージがついてるサブリューイング持ってるんですけども、とんでもないダメージ出るのよね。普通に撃つだけで。どこだどこだ、どっかにある。まあ、一回ちょっと見せましょうか。まずは、普通のレッドスネークですね。1800万。それでは、次はスーパーチャージとオーバーチャージがついたサブリューイングですね。4200万。100万ダメージが違うだけで、こんだけ差が出てくるので、多分、スーパーチャージがかなりでかいんじゃないでしょうか。うん、レッドスネーク、これにスーパーチャージがついてれば、多分、やばい感じになってたと思います。まあ、もしか、このサブリューイングに、スーパーチャージ、オーバーチャージついてるんで、あと2つに、ダイナモ貫通があると、どんくらいいったんだろうね。2億3億出るような感じもするんだけども、とんでもないやつが出てきそうです。はい。まあ、とりあえず、スーパーチャージ、オーバーチャージ、そしてダイナモ貫通、これがついたやつ、多分やばいので、出た人は、使ってみたらいいと思いますよ。なかなか難しいと思うけどね。エンチャント4つを、固定してしまうっていうのが。まあ、とりあえず、ダイナモ貫通はそこそこ出やすいと思うので、無限ダイナモ、それにスーパーチャージかオーバーチャージがついたやつは、まあまあ探せると思いますので、できるならばやってみてはいかがでしょうか。すごい火力です。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。